アメリカ独立戦争におけるドイツでは、アメリカ独立戦争にドイツとドイツ民族がどのように関わったかを解説する。この戦争でドイツ民族は米英両軍に関わりを持った。その多くはアメリカのロイヤリストを支持し、イギリスの同盟国として参戦したが、これはイギリス国王ジョージ3世がハノーファー選定校を兼ねていたからでもあった。反乱を起こした。 アメリカのパトリオットを助けるために大西洋を渡ったドイツ人もいたがパトリオットについたドイツ人の大半はすでに植民地人としてアメリカにいた者たちだった。イギリス国王ジョージ3世はハノーファー選定校でもあった。アメリカ独立戦争の時代、ドイツは現在のような統一国家でなく神聖ローマ帝国の下に多くの両方が緩やかに統合されていた。 その両方の多くは公式にプロテスタントを信奉しており、イギリスのようなプロテスタントの国々と同盟するのが伝統であった。また、ジョージ一世に始まるハノーバー朝の君主は、イギリス国王とハノーファー選定校を兼ねていた。アメリカのイギリス植民地で反乱が起こった時、イギリスはアメリカ植民地人の反乱を沈めるために、ドイツのいくつかの両方と、 イギリス軍を助ける兵士を借りる契約をした。ドイツ人は一般にこの戦争においてドイツ兵が従軍できることに大きな誇りを持っていた。アメリカ人はアメリカの大地にドイツ人部隊が到着したことに警戒心を抱き、それをイギリス国王による裏切りと捉えた。イギリス国王がドイツ兵を使うならば喜んで独立を宣言するといったアメリカの大議員も少なからずいた。 ドイツ兵はアメリカのパトリオットに宣伝材料を提供した。ドイツ兵は、軽蔑的に傭兵と呼ばれ、アメリカ独立宣言の中にも次のように言及された。彼は現時点で外国人傭兵の大軍を送ってきており、それにより、最も野蛮な時代でも、ほとんど比べられないような、およそ文明国の元首の名に値しない残虐と、配信という状況によって始められた死と後輩と、 戦争を完成させようとしている。イギリス国王ジョージ三世の義理のおじである、フリードリヒ二世が治めるヘッセンカッセル砲白量は、まず1万2000名以上の兵士をアメリカで戦うために提供した。同盟者であるイギリスと同様に、ヘッセンの兵士は北アメリカの環境に順応するのが難しかった。最初に派遣された兵士は広く蔓延した疫病にかかり、ロングアイランドの戦いでは、 攻撃に遅れを生じさせた。1776年からは、ヘッセンの兵士が北アメリカ駐在のイギリス軍に組み入れられ、ニューヨーク・ニュージャージー方面作戦、ジャーマンタウンの戦い、チャールストン包囲戦を呼び、最後のヨークタウン包囲戦を含み主要な戦闘の大半に参戦した。ヨークタウンでは、ヘッセンの兵士約1300名が捕虜になった。ただし、様々な報告書を読むと、 ヘッセンの兵士は、イギリス軍の兵士よりも士気が高かったということである。ビルヘルム・フォン・クニプハウゼン将軍独立戦争の間、ヘッセン・カッセルは1万6000名以上の兵士を送り、そのうち6500名を失ったと見積もられてきた。ヘッセン軍の士官のアダム・ルート・ビヒオクスは、1800名の 兵士が戦死したが、ヘッセン軍の多くがアメリカに止まるつもりで来ており、戦後も止まったと推計した。ドイツ軍部隊の大多数がヘッセンから来ていたので、アメリカ人は、ドイツ軍部隊をすべて総称的に、ヘシアンと呼ぶことがあった。ヘッセンカッセルは、イギリスとの間に、15個不評連隊、4個敵団兵、大隊、2個両兵中隊及び3個砲兵中隊を、 送る同盟条約を結んだ。特に両兵は注意深く徴兵され、給与や制服も良く、肉体労働からは解放されていた。ドイツ軍は大西洋の反対側で失ったものをすぐには補充できなかったので、アフリカ系アメリカ人を重木や兵士として徴兵した。ヘッセン部隊として従軍した黒人兵は115人おり、その大半は古しか増え奏者としてだった。 おろらくヘッセンカッセルの士官で最もよく知られていた人物はビルヘルムフォン・クニプハウゼン将軍であり独立戦争のいくつかの主要戦闘でヘッセン部隊を指揮したその他の著名な士官にはカールフォンド・ノープ大佐とヨハン・ラール大佐がいるラールはトレントンの戦いで致命傷を負いラール指揮下の連隊は捕獲されその兵士の多くはペンシルベニアに送られて 農園で働かされた。ヘッセン・ハーナウは当時ヘッセンの独立した高領であり、ヘッセン・カッセル・ホーハク・フリードリヒ2世の長男、ビルヘルムが治めていた。ビルヘルムが1775年のバンカーヒルの戦いについて知らせを受けたとき、無条件でジョージ3世にコレンタイを提供した。独立戦争の間、ハーナウは2422名の兵士を提供し、 981名を失った。ヘッセン・ハーナウでは、ビルヘルム・フォン・ガール大佐がよく知られた士官だった。ガールは、イギリス軍ジョン・バーゴイン将軍の下で、ハーナウからの1個連隊を指揮した。北、アメリカに派遣された部隊の中には、1個不評大隊、1個、良兵大隊、自由軍団と呼ばれた1個非正規不評大隊及び1個、砲兵中隊がいた。 ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公、カール・ビルヘルム・フェルディナントは、イギリス国王・ジョージ3世の義理の兄だった、ブラウンシュバイク・リュー・ネブルクは、小さな区域に分割された公国であり、神聖ローマ帝国の両方だったが、そのうちの一つは、ハノーファー選帝公国として、ジョージ3世に統治されていた。ブラウンシュバイク・ベイベルン家の、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公、カール1世の息子で、 後継者であるカール・ビルヘルム・フェルディナントは、ジョージ3世の姉をガスタと結婚していた。1775年、カール・ビルヘルム・フェルディナント公使が、ジョージ3世に、ブラウン・シュバイクはアメリカでの反乱鎮圧のために利用できる軍隊があると告げた。ブラウン・シュバイクは1776年1月9日に、イギリスを支援する条約に、ドイツの両方では最初に署名した。この時、 4個不評連隊、1個敵団兵大隊、1個琉球兵連隊及び1個軽不評大隊で構成される総計4000名が派遣されることで合意した。この条約では兵士の給与が2ヶ月前払いでドイツの通貨ターラーで支払われることとされ、兵士はすべてジョージ3世に忠誠を誓うことが要求された。カール1世はイギリスに フリードリヒ・バウム中佐の下に4000名の不評と350名の重流機兵を提供し、全軍指揮はフリードリヒ・アドルフ・リーデゼル将軍に取らせた。これらの部隊は1777年のサラトガ方面作戦でジョン・バーゴイン将軍の下についたドイツ正規軍の大半であり、一般にブランズ・ウィッカーと呼ばれた。ブラウン・シュバイクとヘッセ・ハーナの複合部隊で、 バーゴイン軍の半数近くを占め、ブランズーイッカーは特によく訓練されていることで知られた。リーデゼルの妻フレデリカが夫に同行して日記をつけており、これ、バーゴインの降伏の後、2431名のブランズーイッカーが終戦まで競技の軍隊として、ブラウンシュバイクは総計5723名の兵士を北アメリカに送り、 そのうち3015名は1783年秋にドイツに戻らなかった。戦死や脱走による損失もあったが、多くのブランズウィッカーは、協約軍として滞在する間にアメリカ人と親しくなり、戦争が終わると、アメリカの議会や上官からアメリカに泊まる許可を得た。協約軍として、軍務を放棄する機会を得た者の,の数は多く、ペンシルベニア東部のドイツ人開拓者の2倍に及んだ。 カール一世はアメリカで戦死した兵士全員についてイギリスから保証を受け取ったので脱走兵が可能な限り死者として報告されることが利益にかなっていた。ブラウンシュバイク港はアメリカに泊まったあるいは戻った兵士にも6ヶ月分の給与を支払った。カール・アレクサンダー返境博の治めるアンスバッハ・バイロイトは当初2個不評大隊1個両兵中隊及び1個 砲兵中隊からなる1644名の兵士を提供し、461名を失った。戦争が終わるまでに、最大2353名が派遣された。これらの部隊は、ニューヨークでハウ将軍の軍隊に組み入れられ、フィラデルフィア方面作戦の一翼を担った。アンスバッハ・バイロイトの部隊は、ヨークタウンの包囲戦の際、チャールズ・コーンウォリス将軍のもとに1100名近い。 舞台はついていた。アンスバッフバイロイトの連隊は、屋前フルトで起こった判断で記憶されている。兵士たちは、マイン側の船に乗せられていたが、ビルツブルグの司教が解放を拒んだ橋を渡ることは、できなかった。1777年3月8日朝、何人かのアンスバッフ兵が川岸にたどり着くことができ、他の船を陸にたぐり寄せた。士官たちは、その不安を伝えようとしたが、 何人かの兵士が脱走した。兵士の脱走を防ぐために追撃兵がつけられ、威嚇射撃をすると反乱兵が反撃した。辺境白は、暴動の知らせを受けると即座に馬にまたがり、夜を徹して、奥前フルトに駆けつけた。辺境白は兵士たちに再度乗船するよう説得し、マインツまで同行して、選定校の同意なしに橋を解放させることに、成功した。 アンスバッハ・バイロイト・ヘン・キョウハクは、戦争が始まった時は大きな負債を抱えており、その兵士を使わせる代償として10万ポンド以上を受け取った。終戦後間もない1791年、ヘン・キョウハクは、アンスバッハ・バイロイトをプロイセン王国に売却し、プロイセンから年金を受けて、イングランドで余生を送った。バルデック公国は1775年4月25日に、 イギリスを支援する条約を締結したが、これは歴史ントンコンコードの戦いに関する知らせがヨーロッパに届く前のことだった。フリードリヒカール・アウグスト講師は海外で雇用されて従軍可能な三個連隊を持っていた。684名の将兵からなる最初の連隊は1776年7月にポーツマスを出港しニューヨーク・ニュージャージー方面作戦に参戦した。 この作戦の間、バルデック連隊は、アメリカのチャールズリー将軍の所有するワインと、上流酒を捕獲したが、イギリス軍のハウ将軍が路傍でそれらの瓶を空に、させた時には苦い思いをした。バルデック部隊は、ヘッセンのビルヘルムフォン・クニプハウゼン将軍の下で、ドイツ補助隊に統合された。バルデックは1225名を派遣し、720名を、失った。ハノーファーは、 他でもないイギリス国王ジョージ3世であり、その4個大隊がまずジブラルタルに派遣されて、そこで包囲されていたイギリス軍を解放し、その後にアメリカで戦うために派遣されることとされていた。これはジョージ3世の命令ではなかったが、イギリス議会とハノーファーとの間で承認された条約の一部であり、イギリスは戦時の費用を払うこととドイツの同盟国を保護する。 ことに同意していた。アンハルト・ゼルプストコ・フリードリヒ・アウグストは1777年にイギリス2160名の部隊を供する条約を締結した。5ヶ月のうちに900名の新兵を重保して2個大隊からなる1個連隊が立ち上げられた。600名、内守700名の1個大隊が1778年5月にカナダのケベック市に到着した。このに オーストリア帝国内のスラブ人から長望した非正規兵であるパンドゥール兵約500名からなる部隊が1780年にイギリス軍の占領するニューヨーク市に派遣された。しかし当時の証言ではパンドゥールと表現されていたがこれらの部隊が正規軍系不評隊としての機能を果たせたかどうかは大いに議論のあるところである。イギリス人植民者によって バージニアのジェームズタウン会宅地が設立されてから間もなく、そのイギリス植民地へのドイツ人移民が始まった。1690年、ドイツ人植民者は来たアメリカで初めての少子工場を建設し、イギリスよりも早くアメリカで聖書が印刷された。18世紀半ばまで植民地アメリカの人口の10%はドイツ語を話していた。 フレンチ・インディアン戦争の間、イギリスは北、アメリカにいる多くのドイツ人移民を使って、ロイヤルアメリカ連隊を結成したが、徴兵された者は、基本的にドイツ人移民だった。この連隊の初代指揮官は、スイス生まれのヘンリー・ブーケ将軍だった。この連隊は後に、ハウ将軍が指揮を取った。フレデリック・ミューレンバーグ、アメリカ合衆国下院議長を務めた。 イギリス植民地にいた他の民族集団と同様にドイツ語を話す植民地人も2杯に割れてパトリオットとロイヤリストのどちらかを支持した。ドイツ人ロイヤリストは地元の民兵隊の中で戦い戦後は追放されてドイツに戻った者もいた。独立戦争中のニューヨークにはかなりの数のドイツ人がいた。その他の植民地はドイツ人連帯を作ったりドイツ系アメリカ人を 地元の民兵隊に参加させた。サウスカロライナ、チャールストンのドイツ人植民地人は1775年に敵団兵中隊を結成し、ジョージアのドイツ人もアンソニー・ウェイン将軍のもとに入隊した者がいた。ドイツ人植民地人は特にペンシルベニア州で記憶されている。これは移民に対する帰化条件が有効的だったこと、またペンシルベニアのドイツ人兵士が ペンシルベニアで大きな、例えば、ピーターとフレデリックのミューレンバーグ兄弟は、ペンシルベニアでの第一世代だった。ペンシルベニアのドイツ人は、戦前に、レディングに移民してきた、プロイセンのシカンバーソロミューォンヘール隊員の下で、アメリカの憲兵司令部に重宝された。1776年6月27日、第二次大陸会議は、大陸軍の一部として、 ドイツ人連隊を結成することを承認した。当初はメリーランドからの4個中隊とペンシルベニアからの4個中隊の合計8個中隊で構成された。アンソニー・ウェイン将軍の下のニコラスホイセンカー少佐が大佐に任官された。この連隊はトレントンの戦いやプリンストンの戦いに参戦し、サリバンのインディアンに対する遠征にも参加した。 この連隊は1781年1月1日に解体された。ストイベン男爵、プロイセン軍の士官であり、アメリカ独立戦争では大陸軍の監察長官を務めた。大陸軍に軍事演習の基本や規律を教え、戦いを勝利に導いたとされている。ヨーロッパのドイツ人もアメリカの同盟者としてアメリカ大陸に渡った。フランス国旗の下でアメリカに来た。 ドイツ人もいた。ヨハン・ド・カルプはバイエルン人であり、大陸軍の将軍となる前はフランス軍に仕えていた。フランスはドイツ語を話す、兵士2500名以上で発個連隊を持っていた。フランスのロイヤル・ドポン連隊にもドイツ人兵士と士官がいた。他にも軍人としての経験を生かしてアメリカに来たドイツ人がいた。例えば、ボートケ男爵。 フリードリヒビルヘルムはプロイセンの士官であり、戦争初期に大陸軍の任官を受けたが、1776年にニューヨークで死んだ。グスタフ・ローゼンタールはエストニア出身のバルトドイツ人であり、大陸軍の士官になった。ローゼンタールは戦後母国に帰ったが、デイビッド・ジーグラーのような他のドイツ軍人はアメリカに泊まることを選び、その建国を助けた国の市民になった。 パトリオットを支援したドイツ人として最も有名なのはおそらくプロイセンのフリードリヒビルヘルム・ホン・シュトイベンである。ジョージ・ワシントンの下で観察長官を務めアメリカ軍のために最初の軍事協連本を書いたシュトイベンはフランスを経由して独自にアメリカに来ていた。シュトイベンの母国プロイセンは武装中立同盟に参加しフリードリヒ二世は 戦争初期に支援したことで、アメリカでは喜ばれた。イギリスの港を経ずして、アメリカとの貿易を始めることに興味を示し、プロイセンでアメリカの代理人が武器を買うことを認めた。フリードリヒ2世は、アメリカの成功を予言し、アメリカ合衆国を認知することを約束し、フランスと同様にアメリカの外交官を受け入れた。プロイセンはロシアなど隣国がアメリカに派遣する。 軍隊を立ち上げる時に干渉し、フリードリヒ2世はプロイセン国内でアメリカのために徴兵することを禁じた。また、プロイセン国内の道路をアンハルトツェルプストの軍隊が通ることを禁止し、この部隊は1777年から1778年の冬にワシントンの軍隊を潰すためにハウ将軍が必要としていたものだったが、到着が遅れた。 しかしバイエルン継承戦争が勃発すると、フリードリヒ2世はプロイセンとイギリスの関係に大変神経質になった。アメリカの船舶はプロイセンの港に接近することを止められ、1783年のパリ条約に調印するまで公式にアメリカ合衆国を認知しなかった。戦後になってもアメリカ合衆国は共和国として運営するには大きすぎるので、間もなく、 イギリス議会に代表を送って大英帝国に復帰するだろうと予言した。アメリカの作家 W. アービングの作品集、スケッチブック中の一編、スリーピーホローの伝説には独立戦争に参加して戦死したヘッセンの首なし騎士の音量が登場する。ありがとうございます。